残りの勝負は来週なんだよね。9番勝負は今のところ1勝2敗ね。もしかして、もしかすると私たちならミューズにも勝てるかなって思ったんですけど、ミューズはさすがですね。それでもエマさんは勝っちゃったからすごいね。花代ちゃんのご飯戦法があったからこそ勝てたんだけどね。大食い対決なんてスクールアイドルとは関係ないと思ってたけど、なかなかいい勝負になるもんだね。よし、これから虹ヶ崎は大食いで頂点を目指そう。目指しません。ダンス対決は見応えたっぷりでしたね。エリちゃんのダンスが忘れられないわ。完成度だけじゃなくて、見ている人たちを盛り上げるパフォーマンス。カリンちゃんのダンスもすごく良かったよ。点数はエリちゃんと一緒だったんだよね。ギャラリーはそういう反応じゃなかったけどね。ありがとう、エマ。私は海先輩と静子のボーカル対決が熱くて良かったな。勝てたらもっと良かったんだけど、でも楽しかったね。海さんはあんなにノリノリで歌ってたのに、終わった途端に恥ずかしがってた。不思議。今のところ2勝1敗ね。この後は全部勝ちをいただくニコ。虹ヶ崎のみんなと勝負できて楽しいね。ニコちゃん、9番勝負を提案してくれてありがとう。9番勝負ってことは全員が1回ずつ勝負できるってことだよね。ニコちゃんすごいこと考えたにゃ。ふっ、そうでしょ。だってスクールアイドルはみんなが主役なんだから。エマさんはパンをすごく美味しそうに食べてたな。これからもっと仲良くなれたらいいね。一緒にランチに行きたくなっちゃうね。カリンのダンスも情熱的ですごく良かったし、雫のボーカルは心がこもってたわ。虹ヶ崎のスクールアイドル同好会はできたばかりと聞きましたが、すごいですね。うちらもうかうかしてられないね。のぞみちゃんは楽しそう。私たちも本気で行かないとね。あの子たちだって手加減されて喜ぶような子じゃないもの。スクールアイドルはいつでも楽しく本気で行かないとね。そうよ。それに簡単にニコの極秘資料を見せるわけにはいかないもの。ニコちゃんの資料、ミューズのことって載ってたかな。やっぱりスクールアイドルとしてミューズは本当にすごいなって思っちゃう。ええ、ミューズはたくさんステージをやって経験が豊富だから、その差が大きいのかもしれないわね。うちらも前線に次ぐ前線って感じだったし、まだまだいけるっしょ。できれば勝ち越したいけど、勝負できること自体すごいことなのよね。うん、一緒に戦えるだけでも嬉しい。やるからには私も勝ちたい。私もそう思います。そう来なくっちゃ。次の勝負は1週間後よね。
だったら特訓しましょうよ。仕方ないですね。カスミンがみんなの代わりに大勝利を収めてあげますよ。やってみる、リナちゃんボード。うん、当たって砕けろ。そうと決まれば早速何を練習するか考えなくちゃ。